武蔵野市の住民投票条例案賛成少数で否決ファーウェイ奥の手で制裁回避センスタイム香港 IPO 再開在日中国外交官の親善と威嚇清華大学の助教授白クで殴られ歩行困難に皆様こんばんは。 12月22日の D ニュース、小島千里がお伝えします。東京都武蔵野市で実質的に外国籍の住民にも投票権を認める条項が盛り込まれた住民投票条例案が21日の市議会本会議で否決されました。同条例案は住民基本台帳に3ヶ月以上登録されている18歳以上の外国人の投票権を認めるとしていました。 本会議では自民党や地元会派、ワクワク働くなどが反対の答弁を行いました。賛成に回ったのは共産系や立憲民主系の会派でした。議長を除く25名の挙手による採決が行われ、反対14、賛成11の賛成少数で否決されました。条例案に反対する姿勢を示していた和田正宗参議院議員は結果を受けて、 松下市長は拙速だったとし、外国籍の方々が課題に思うことは別の方法で丁寧に聞けばよいのではないかとコメントしています。今回の住民投票条例をめぐっては自衛隊関連施設や原子力発電など安全保障に関わる国政に影響を及ぼす可能性があるとして、与野党の国会議員からは懸念の声が上がっていました。次のニュースです。 中国の通信大手ファーウェイは自社のスマートフォン事業を麻痺させているアメリカの制裁を回避するために奥の手を使ったようです。11月上旬、ファーウェイが公式サイトで 5G スマートフォンを発表しました。同製品は TD テックという中国の通信機器メーカーがファーウェイに代わって製品化しリリースしたものです。 t t e c h N8 Pro と名付けられた同機種は昨年発売されたファーウェイノバ8 Pro の複製製品です。同製品は1週間以内にファーウェイのウェブサイトから削除され、人道症状、アリババ、ソネイ電機などの中国の e コマースサイトのオンラインストアからも削除されました。中国のニュースポータルサイトネットイースト11月16日付の報道によると、 同製品は TT テックの匿名スタッフがファーウェイからハードウェアを購入し自社名でブランド化したとのことです。人道症状の記事によれば同製品は現在法人向けに販売されていますが年内には消費者に直接販売される予定だといいます。また中国メディアの報道によるとその他スマートウォッチからタブレットなど一連のファーウェイ製品が TD テックブランドからリリースされるとのことです。TD テックのホームページの書き込みによると2010年の時点でファーウェイは TD テックの51%の株式を保有していたといいます。このほか人事面でも TD テックのファーウェイとのつながりが指摘されています。続いてのニュースです。今月20日ソフトバンクグループが出資する中国の AI 企業のセンスタイムは 7億6700万ドル、約875億円の香港新規株式公開 IPO を再開すると発表しました。最新の IPO 条件を記した資料によると、同社の取引開始は30日になる見込みとのことです。センスタイムは今月17日に取引を開始する予定でしたが、13日アメリカ政府から 投資禁止対象に指定されたたことをを受け計画延期を発表ししていました中国共産党によるウイグル人への弾圧に使われている顔認識ソフトの開発に関わったとしてアメリカ財務省は今月10日同社を投資禁止対象に加えました中国新疆ウイグル自治区では100万人以上に上るウイグル人やその他の少数民族が収容所に収監され 強制不妊手術や拷問、政治的強化を受け強制労働を強いられていると指摘されています。アメリカをはじめとする西側諸国はこのような中共の行為を大量虐殺、ジェノサイドであると非難しています。これに対しセンスタイムは月曜日に発表した声明でそのような事実はないと反論しました。しかしアメリカの制裁後センスタイムがいわゆる コーナーストーン投資家として確保している9社のうち5社が入れ替わっています。トランプ政権は2019年に同社をアメリカとの貿易上の取引を制限するエンティティリストに掲載し、すでにアメリカの技術や部品の購入、使用を禁じています。ニュースを続けます。最近2人の在日中国人外交官が日本社会に対して 二つの対照的な態度を示し、注目を集めています。国際社会では、2022年北京冬季オリンピックをボイコットする動きが高まる中、中国の郝玄悠駐日中国大使は、日本で積極的に親善活動を行っています。11月29日、在日中国大使館は、福田康夫元首相、河野洋平元衆議院議長、 山下康弘日本オリンピック委員会会長などの行人を招き、北京冬季オリンピックをテーマにした1週間の展示会を開催しました。9月下旬に中国当局が今回のオリンピックでは外国人に観戦チケットを販売しないと発表しました。発表後、日本選手のファンがソーシャルメディアを通じて中国人に現地での日本選手の応援を呼びかけています。 これを受けて在日中国大使館は同日公式ツイッターで中国人を代表して親善を表明し前向きな約束をしました一方中国中大阪総領事の節賢氏は戦狼外交官としての好戦的な姿勢を示していました10月26日国際人権団体アムネスティ・インターナショナルが香港国家安全維持法を理由に 香港からの撤退を発表した後、同氏はクラッカーと笑顔の絵文字を添えて、外中駆除、快適性最高の出来事がまた一つとツイートしました。ネットユーザーの批判の嵐に対し、コメントありがとうと余裕さえ見せていました。二人の中国外交官の対照的な動きに対し、法政大学法学部の福田窓か教授は、ボイスオーバーアメリカに対し、 高大使は日本の対中感を改善しようとしているが、その内容は斬新さや面白みに欠けている。ほとんどの日本人は彼のツイッターに気づいていない。中国のプロパガンダは日本人にはほとんど受け入れられないだろうとの見解を示しました。最高級の毛を持つ動物の保護と繁殖のため、ペルーでは新たなプロジェクトが始動したようです。 ビクーニャはアルパカに似た南米のアンデス山脈に生息するラクダ科の動物です。ビクーニャから取れるビキューナと呼ばれる上質な毛はカシミアよりも繊維が細かく滑らかな肌触りで繊維の宝石と呼ばれています。ペルー当局は野生動物の個体数回復と保護を目的としたプロジェクトを立ち上げました。先日、 再繁殖センターに150頭のビクーニャが到着し保護されています。同プロジェクトはクスコ地方でのビクーニャの持続可能な管理を改善するために行われました。同地域の市長によると、このプロジェクトには25万ドル強、約2800万円が投資されたといいます。当局はビクーニャが観光名物になるだけでなく、 地元の人々がその毛を使って手工芸品を作ってくれることに期待しているとのことです。最後のニュースです。国際人権団体 Human Rights Watch が今年発表した報告書によれば、中国の人権侵害状況は天安門事件以来最も深刻であるとのことです。中共によるファールンゴン学習者に対する悪辣な弾圧は20年以上続いています。 12月10日の国際人権デーを迎えるにあたり、大紀元は拷問や習慣を経験したある中国人有識者に取材しました。聖火大学電子工学科で助教授を務める毛群さんは、1996年にバールンゴンを知り修練を始めました。1999年7月20日に中共がバールンゴン学習者に対する弾圧を始めると、 モさんは声を上げることを決意し、天安門広場で平和的な陳情を行いました。ところが、同年の秋にモさんは北京市公安局に拘束され、聖火大学助教授の職員を剥奪、給与も停止されました。その後も迫害の真相を伝えるため資料の配布を続けたモさんは、翌年12月31日に再び逮捕され、拷問を受けました。 木製の格防で足を殴打され、2ヶ月近く歩行困難になり、また体中に無数の打撲症を負ったといいます。モーさんはその後、資料配布を理由に法的根拠なく検察に起訴され、懲役10年の判決を言い渡されました。モーさんは精神の自由を求めて2012年にオーストラリアに亡命しました。彼は故郷について、 生まれた祖国を大切にに思うが今祖国国国は邪悪な中中共産党に占領されてていいると語っています中国最高学府の一つである聖華大学の助教授を務めていたモさんに対する拷問はファールンゴン弾圧を強める当局に見せしめにされた可能性があるといいますファールンゴン弾圧の専門政府機関である610オフィスの責任者 李男性元国民副総理も、聖火大学にはファールンゴンを修練する人が多く、影響力が大きかったと述べています。また、海外へ渡った卒業生らによると、迫害前には聖火大学のキャンパス内でファールンゴンを学ぶ学生や教員は多くいたと語っています。ニュースは以上です。今日は当時です。 冬至は季節の変わり目を表す二重四節気の一つです。太陽光景が270度の時と定義されており、今年は今日が冬至となります。冬至は一年で最も夜が長い日とされ、この日にゆず湯に入ったり、かぼちゃを食べると風邪をひかないと言われてきました。今日はゆず湯に使ったり、かぼちゃをいただき来年に備えてみてはいかがでしょうか。それではまた明日お会いしましょう。